皆さんこんにちは。今回もデリバード縛り、やっていきますよ。前回は、ミルタンクを突破したところまでですね。今回は松葉戦からになります。今世では、目覚めるパワーは覚えさせないで挑むことにします。どうやら忘れ親父に会いに行くには、7つ目のバッジを取らないとダメなようなので、不要な技は覚えさせないようにします。甘えの原因になっちゃいますからね。ということで、松葉戦です。使ってくるポケモンは、ゴースト2体、ゲンガーとなっています。ここに関しては、泥かけで突破をしていきたいと思います。泥かけで弱点をつけますし、命中率も下げてくれるので、余裕だと思います。これはしゃあない。呪いでやられる前にやっつける。これだけの話なので、特に痛くはないですね。今回に関しては、特に祈る要素もないと思います。なんてったって、レベル差がめちゃくちゃありますからね。祈ることもなく、レベルの暴力でボコボコにしてしまおうではないか。オケオケ。何の問題もないですね。残り HP が少なくなってきていますが、泥かけによる技外しもありますし、どうにかなるのではないでしょうか。ふう、危ない危ない。ここらで一旦回復をして、敵が技を外してくれることを祈りながら戦っていきたいと思います。結局祈ってますね。まあぶっちゃけ、一匹縛りで呪いを食らった時点で、相手が変なことをして隙ができるのを、祈るしかないでアップねー。サイアサちゃんよ、ここは一発で突破して、強さを見せつける場面なんだから、ネタに走らないでくれよな。頼むで。ちょっとまずいかもしれないですねこれ。自利品になってきました。よすよす。その調子だゲンガー。お前のタイプのせいで八百長が申し込めないが、その調子でよろしくお願いします。あ。ダメみたいですね。ここもしかして、意外と苦戦するんでしょうか。前世ではメザパのおかげであっさりクリアできて、苦戦した覚えがないので、意外ですね。今世でもメザパを覚えさせれば、タイプに関わらず余裕だとは思うのですが、未完中暗戦で少しでもプレゼントでクリアする楽をするために、メザパは覚えさせられないですからね。どうしてもここは、泥かけで突破しなければならないのです。なんでこんなに催眠術当たるんや。もともと命中がそこまで高くない技に、泥かけまでしてるというのに、よく当たりますね。そんなに寝たいのか、サイアサちゃんよ。いかんなぁ。なんというか、手も足も出てないですね。惜しくもなんともない戦いが、多い気がします。眠気覚ましを買うのも一つの手かもしれないのですが、使っている間に呪いが進行するのと、眠気覚ましを買うお金があるなら、傷薬系統にお金を回したいですからね。このまま、勝てることを祈りながら戦うしかないです。
よすよす。ギリギリあと一発という感じですかね。これはさすがに勝ちですね。いやー、レベル差が10以上あるのに、ここまで。あのさー、こんなところで苦戦しなくていいから、眠りすぎだぞサイアサちゃんよ。ゲンガーも、やってることが完全に催眠中じゃないか。困りますねー。お、さすがサイアサちゃんや、勝てないと見せてからの大逆転劇。これでこそは、やっぱりサイアサちゃんってクソだわ。ここは絶対に、とどめを刺さないといけない場面だったでしょうが。確かにこれはギリギリかなー、って感じはあったけどさ。そこは気合であと少しダメージを増やしてくれよな。さて、そろそろ本番行ってみましょうかね。ここに関しては、戦術もクソもないです。呪いをされるのは確定事項ですからね。結局のところ、泥かけによる命中低下で、催眠術や夢食い、シャドーボールを、避けるように祈るしかないです。いつもの、多分もう1レベル上がれば、泥かけでボスを確定一発にできそうなので、そうなればもう少し、楽な戦いにできそうですね。視聴者のみんな、デリバードの泥かけで、松葉の1体目を一撃で倒すには、37レベルくらい必要なみたいだぞ。また無駄知識が増えましたね。ここまでは、非常に順調ですね。サイアサちゃんよ、ここからが勝負だ。気を抜かず、寝ないように頑張るんだぞ。さあ、鬼門のゲンガー戦です。私にできることといえば、もう聞き飽きたかもしれないですが、泥かけが急所に当たることを祈る、相手の攻撃が外れることを祈る、もし催眠術で寝たとしても、すぐに目が覚めるように祈る、これだけですね。祈る項目は3つだけですから、どうにかなると思います。レベル的にも、いい加減突破できてもおかしくないですからね。ふう、これでいいのだよ。最初からこれをしてくれてれば、すんなり勝ててたんですけどね。まあそれは言ってもしょうがないですね。さあラスト1匹、ゴーストです。ゲンガーも突破できましたし、倍速で流してもいいのですが、あえて等倍速で流したいと思います。なんで等倍速で流すんでしょうかね。地利品ですねこれ。泥かけもできていないので、外れるまで待つということもできない状況です。これはさすがに、すごい傷薬を使うしかなさそうですね。こんなところで、使わないといけなくなってしまうとは。でもまあ、回復をしたことによってこちらも殴ることができるので、こうするしかないですよね。泥かけを一回でもしておけば、外れるまで待つことも可能ですからね。最善の選択です。いや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 、それはいかんでしょゴーストさんよ。さっきみたいにヒヤリとさせるだけでいいってば。本当に当てるのは絶対ダメだって。なんでこんなところで、貴重な PPA ドを使わなくちゃいけないんですかね。松葉よ、未来の私に迷惑をかけるのだけは、本当にやめてほしかったよ。だいぶ苦戦しましたが、どうにか松葉、突破です。突破はできたものの、少しばかり、失うものが多い戦いだった気がしますね。さてお次は、シジマ戦ですね。ここに関しては、前世の謝罪動画を見ていただければわかるように、何も苦戦する要素はないと思います。Z
前世では、威力100くらいしか出ない、恩返しなどという技を使っていましたが、今回は、威力が120も出る、プレゼントが使えますからね。前世よりもきっと、楽な戦いができるに違いないですね。縛りがぬるすぎて申し訳ない。持ち物も、苦い木の実という、ガチ構成にしています。これさえあれば、もし万が一爆裂パンチが当たったとしても、混乱はしないですからね。一切のナメクはありません。シジマごとき、一発でケチョンケチョンにしてやりますよ。コントローラー壊してそう。さて、ここに関してはさすがに負ける要素がないですね。ですので、使ってくるポケモンの解説でもしておきましょうかね。シジマは、格闘タイプを使ってくるジムリーダーです。使ってくるポケモンは、オコリザルと、ニョロボンの2体となっています。オコリザルについては、何も負ける要素がないですね。冷静に対処すれば、余裕だと思います。ニョロボンについても、心の目からの心の目を使い続けてくれれば負ける要素がないので、余裕だと思います。というのは冗談で、ニョロボンについては、心の目からの爆裂パンチが有名ですね。優しすぎる。私は一切ナメプをする気はないのに、サイアサちゃんはいつもと変わらない。いつでも平常心を保てるなんて、尊敬ですね。まだ私は、心を無にして戦う修行中なので、サイアサちゃんを見習いたいと思います。余裕余裕。オコリザルなんて、この程度なのですよ。ニョロボンに関しては、ひたすら爆裂パンチを避ける 50% を引き続ければ勝てるので、簡単ですね。50% を避けるというのは、かなり現実的ですからね。あれなんか、思ってた展開と違うぞ。睨みつけるを何回かされてたのが効いたのかもしれないですね。ということで、2戦目です。今度こそ頼むぞ、サイアサちゃんよ。オケオケ。50% なんて、避けられるに決まってますからね。でもまあこちらには苦い木の実がありますし、爆裂パンチ一発くらいならどうにかなりそうですね。優しい。心の目をされて殴られる寸前なのに、優しすぎますね。は？そっちかよ。まったく、どいつもこいつも催眠中じゃないか。男なら正々堂々、殴り合って決着をつけようじゃないか。この、正直もう少し粘れたとは思うのですが、眠らされた時点で、少しやる気がなくなっていました。さて、そろそろ本番行ってみましょうかね。オコリザル戦については、特に語ることもないので、加速して流していきます。技構成を調べたところ、岩雪崩を覚えているみたいなのですが、使っているところを見たことがないですね。ミルタンクは4倍弱点の転がるしかしてこなかったのに、なんでオコリザルは弱点をついてこないんでしょうかね。さあ、ニョロボン戦です。
今度こそサイヤサちゃんの優しさ、もとい、レベル差の暴力でボコボコにしてやろうではないか。ほんとよく当たりますね。のび太じゃないんだから、そんなに寝ないでくれよな。よすよす、その調子だぞサイヤサちゃん。優しい。この優しさはまあ、なんとなく理解できますね。爆裂パンチをこれだけ外してくれているなら、回復してあげる気持ちもわかりますね。え？すまん、何これは。私の動画を見ているポケモン博士たち、これはどういうことなんや。説明をお願いします。何かのバグなのか、心の目は補助技には効果がないのか、心の目は必中にはならないのか、一体どれなんでしょうか。自分を殴っちゃったか。なかなか手厳しい展開ですね。いかに恩返しでリバードが強かったのか、よくわかりますね。前世との差が、凄まじいです。食らってしまいましたが、おそらくこれで5発目の爆裂パンチだと思うので、完全に勝ち確定ですね。あっぶねえ。もし今殴られてたら、負けてたかもしれないですね。無意識のうちに、フラグを建築しかけてました。本当にさっきの心の目、何だったんでしょうね。心の目自体あまり使ったりしない技なので、細かい仕様とかはよくわからないです。ネットで検索した感じだと、何人かは同じ状況になった人がいたみたいですが、詳しいことはよくわかりませんね。ネットで心の目を検索しても、どいつもこいつも一撃必殺との組み合わせしか言ってないので、詳細がわかりませんでした。早く買ってくれよなぁ、頼むよ頼むよ。爆裂パンチも使えなくなってるし、どうあがいても負けないんだから、早く終わらせようじゃないか。優しすぎる。これはさすがに、加速した方が良さそうですね。見どころさんもないですからね。ということで、加速。いやー本当に、グダグダな戦いになっちゃってますね。非常に、動画映えしない展開ですね。やっぱり見栄え的には、いろんな技があった方がいいのかもしれないですね。難しいところです。レベルさえ抑えることができれば、前世のままで戦ってもよかったのかもしれないです。ですが私は、どうしてもハガネイルを、プレゼントだけで突破してみたいのです。一体何レベル、必要になるんでしょうか。私は冗談抜きで、70近くまで必要なんじゃないかと思っています。40代では、コイルにすらだいぶ手こずってましたからね。それくらいのレベルは必要ではないかと思います。その威力120を、もっと早く出して欲しかったよ。ということで、大した盛り上がりのない戦いでしたが、シジマ突破です。そして倍速のまま、柳戦に突入します。この人に関しては、盛り上がりようがないですね。タイプ的にも苦戦しないですし、レベルもだいぶ低い相手ですからね。本当に、負ける方が難しいのではないかと思います。グライダー縛りでもしない限り、苦戦することはないと思います。急所でこれですからね。
事故っても負けないと思います。子供の頃からずっと疑問なのですが、柳って、もう少しどうにかできなかったんでしょうかね。どのジムリーダーから挑めるようにしたとしても、これはさすがに手応えがなさすぎると思います。スキルリンクやめや。本当に、何も語ることがないですね。イノムーの話でもしましょうかね。私、進化前のウリムーの、見た目が好きです。イノムーも、見た目が可愛くて好きですね。マンムーは知らん。顔も見たくない。ふう、ようやく倒せましたね。ここまでの3人は、前座ですからね。大したことはないですね。問題は次ですからね。さて、ここをどうするかですね。一応、今の現状を知るために、前世の記憶を参考にしながら、戦ってみたいと思います。前世ではどのようにしてみかんちゅわんに勝ったのか、話しておきたいと思います。プレゼント縛りは難しいにしても、普通の技でやる人ならいるかもしれないので、参考にしてくださいませ。持ち物は、マヒナお忍び一択です。これを持たせることによって、戦闘をかなり有利に進めることができます。戦闘の流れはこうです。まずはデリバードが先手で殴ります。そしてコイルのターンでは、私の経験上必ず、電磁波を打ってきます。これをマヒナお忍びで、無効化します。そして次のターンに1体目のコイルを倒します。そして次は、2体目のコイルが出てきます。このコイルも、初手で電磁波を打ってきます。あとは祈ってどうにか戦ってください。どうです?参考になったでしょう?ということで、みかんちゅわん戦です。おそらく戦闘の流れは、今言った通りになると思います。ふむふむ、威力80を引けば、確定2発にできるみたいですね。確定2発にできるなら、ここで狩猟ができそうですね。私の勘では、このコイルを威力80のプレゼントで確定1発にするくらいじゃないと、ハガネイルには絶対に勝てないんじゃないかと思っています。おそらくですがハガネイルは、ヒマナッツのメガドレインだけでつくしのストライクと戦うくらいの、絶望感があるのではないかと思っています。今のところ、非常に順調ですね。ひょっとして、一発でみかんちゅわんに勝てちゃう感じですかね。私のポケモンを象徴するかのような行動やめや。サイアサちゃんよ、お前今絶対、ここで麻痺ったらおもろいやろな。とか考えてただろ。私にはわかるぞ。ダメか。コイルさえ突破できてしまえば、意外とどうにかなるんじゃないかと思ってるんですけどもね。ハガネイルって、こちらからのダメージは確かにほとんど通らないと思うのですが、ハガネイルの使ってくる技は、大したことがないんですよね。基本的に、命中が不安な技が多いですからね。私に祈る隙を与えてくれるので、どうにかなるんじゃないかと思っています。勝てる見込みはほとんどないですが、戦闘のサンプルを取るために、もう一度戦っておきたいと思います。まあ、戦闘のサンプルを取ったところで、やることは変わらないんですけどもね。次のパートの予定としては、デリバードの鳴き声鑑賞会を続けながら、コイルを威力80のプレゼントで確定一発にできるまで、レベルを上げたいと思います。確定一発になったあたりから、サイアサちゃんにマヒナお忍びを持たせて、戦っていきたいと思います。
まだ次のパートを撮っていないので、予定が変わるかもしれないですけどね。苦戦はしながらも、一体目のコイルには、勝てそうですね。いやー、本当に、ゾクゾクしてきますね。たまらないですね。ということで、今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。次回は、もう聞きたくないというくらい、デリバードの鳴き声を流す予定です。お楽しみに。